はい、KOZ こと、コズです。今回も、フィギュア開封やっていきたいと思います。今回はね、何を開封するかといったら、前回言いましたとんでもないもの。これをね、開封したいと思います。ではいきます。やばい、入りきらん。龍拳爆発、かっこいい。スーパーサイヤ人3の孫悟空、しかもまだある。はい、ちなみに4分の1です。ボックス1でボックス2。うん、これがどんだけ大きいかっていうのをね、ちょっと見せたいと思います。じゃあペットボトル置こうか。ここにペットボトルあるんですけど、まあ、このぐらいの薄さで、まあ、ちょっと引きでちょっと見せましょう。はい、引きでね、引きでやってもちょっとね、自分の部屋ではここが限界です。まあ、カッターとかね置いてありますけど、小物はそれと比較すればどれだけ大きいか分かりますね。めちゃくちゃでかい。はい、ちなみにね、これがね、こういうライトアップ式なんですよね。まあ、これ横になっちゃってるからあれだけど、まあ後でね、まあ、開封しますけどね。ちなみにこれ重さがすんごい重い。2つで36キロなのでね、届いた時ね、もう郵便局の人はすげえ不機嫌な顔でね、もうこんなん頼むなよっていうような顔できましてね、2回に分けて、自分11階に住んでるんですけどね、もう11階までエレベーターでね、2回往復してきましたね。申し訳ないとは思いますけどね。2箱なんで多分20キロ、15キロぐらいかなに分かれてると思うんだよね、これ。でも一応段ボールに入ってたんですけど、段ボールはね、もう一応海外製です、これ。なのでね、結構日にちかかりましたね、購入してから。もうだから外箱、段ボール、ボッコボコでしたよ。中身大丈夫かなと思うんですけどね。なので、もう箱から開封するのでもすんげえ疲れた。こっからまた組み立てですから、組み立て終わる頃には多分5キロぐらい痩せてんちゃうかな。まあめちゃくちゃ本当とにかくでかいです。全長が約62センチぐらいかな。うん。なのでね、ほんとね、これは半端ないでかさです。まあ、横とか、分かりづらいな。これね、箱が重くて動かせないんだよね。まあ、ここら辺は開封して、箱が軽くなったら見せましょう。はい、ということでね、ちょっと一旦この箱から、内箱まで、持っていきたいと思います。はい、開封終わりました。いや疲れた、味疲れた。これ一応ね、発泡スチロールで止めてやって、なんかこういうね、ちゃんとしたそこのブランドのマグネットベルトのね、ジッパー、このジッパー式のねやつがついてて、348っていうのはこれシリアルナンバーです。はい、これ、400体限定ですね。はい、これがシリアルカードですね。かっこいい、めっちゃかっこいい。
はい、あ、こんな感じでできます。はい、はい、っていうことでね、シリアルカードかと思ったらシリアル番号も何も書いてねえこれなんかただのこうやって飾るときにこう置くようなやつですね、うん、これがまずここの間に挟まってましたね。はい、ではね、まあ、とりあえずこのベルトを外してちょっとねこう中を確認したいと思います。はい、取りました。上蓋取ったらこんな感じで開いてますね。まあ 2分の1ボックス、あ、2ボックスのうちの2分の1の方はねエフェクトですね。エフェクトとあと悟空の髪かな、とあとシェンロンの腕で悟空の頭部だけでもめちゃくちゃでかい。俺のこの手見れば分かりますけど、このうわ重っ重っ、ちょっと待って、あ、下に前髪が落ちてますね。これちょうどここにあるんでこう比較してください。このデカさ分かります？この SMSP よりデカいです、頭だけでやべえだろこれ。いいね、あのね画面じゃ伝わらないけどかなりねすんごい綺麗に塗装されてるグラデーションと、いやこれはすっげえ重っ、ちょっと重っ、滑るということでね、とりあえずこれで最初に開けちゃったけど下からだな土台がなきゃ組み立てらんないな。はい、じゃあちょっと2ボックス目開封するとこまで行きます。はい、皆さん、間違ってました。まだ2分の1の方はね 2層構造になってまして下がこうなってましたね。台座とシェンロンの頭とエフェクトと腕とヒゲっていう感じでしたね。なんか上の全部取ったらまだ重いかなと思ったら下にまだあったっていう、いやーこれでけえわ、うん、さあ続きやろうよ。はい、今ね台座をひっくり返したらシリアルナンバーが裏に書いてありましたね、こういう感じで、うん、すごいね、手書きで348って書いてあるけどね。であとねびっくりしたのはね、おお、シェンロンの頭と思ったら顎シェンロンの顎でしたね。ワンボックス目はすげえデーケーション、もこの台座はねはっきり言って10キロぐらいあるんじゃないかなすんげえ重いわこれ。よし、じゃあ2ボックス目だね、いよいよいきます。はい、2ボックス目の、パート1ですね。シェンロンの胴体ですね。胴体に悟空の手で、シェンロンの手で悟空の本体が入ってますね。いや、でっか、これもめっちゃ重そう。で多分こっちシェンロンの頭部か、まあ、全部ビニールで包まれてんな。はいはい、2ボックス目の、パート2。いやー、パート1の方で突き出てたシェンロンの頭かと思ったのは胴体でしたね突き抜けて上まで来てたっていうね、まあ、一応シェンロンの頭はここですね。はい、でエフェクトで煙か、うん、でシェンロンの頭だけでもねすごいな、うわうわすげえ、なんじゃこりゃ、もうね塗装もすっごい細かいよね。いやすっげえ、
じゃあこれでね、多分全部開け終わるんで、早速組み立てちゃおうと思います。はい、やっと組み終わりましたよ。いや、1時間以上かかったかな。いや、結構ね、組み立て順番っつうのがあるね、これね。説明書何もついてないからわかんないけど、なんかこれを先につけないとあれがつかないみたいな、あれをつけちゃったからこれがつかないみたいな、そんなのを繰り返してやっと組み終わりました。はい、じゃじゃじゃーん、じゃん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 。いや、いいね。うわうわお、シェンロン有限爆発。いや、すっげえでけえでけえ。ちなみにこれはね、こう細部を見ていくとね、この布わかります、この出来、布目、布の縫い目目、縫い目目、縫い目目まで再現されてるんです。これなの、いや、かっけえ。僕、デシェンロン、いやー、すげー。結局大きさ的にもね、ほんとでかいよこれ。いやー、これはやばい、これ。いや、あの、海外製なんでね、結構賛否両論あると思いますけどね、海外製品だからってね、もう出来が悪いって決めつけるのも良くないと思いますね。これを見ると、まあ、はっきり言って日本の造形師を超えるぐらいのレベルは持ってますよ、やっぱり。うん、なんか次のね、プライズのね、ゲーゼンの、造形展開地とかね、海外でやるみたいですけどね。まあ、それぐらい今、海外の人でも造形がすごいね、いいっていうのでね。いやー、これはすごい。あ、ちなみにね、これライトアップ機能があるんで、それも、お見せしました。はい、今ライトアップ中です。結構引きで撮ってるんでね、置く場所がないんで、もうデスクの上に置きました。もうここしか置き場所がないと思ってね。はい、光ってますね。で、シェンロンの目も光る予定なんですけど、これはなんと結構ね、簡単に磁石で止まってるんでね、カポッて外せます。はい、こんな感じでね。で、裏にこうスイッチがあります。はい、これをね、オンとすればこう光るんですね。はい、で、普通にまた、この場所にカポンってやればね、自動的に吸い付くようにくっつくんでね。いやー、すげえかっけえこれ。いやー、すごいね。もう全引きで見るとこんな感じっすね。いやー、すごいこれ、マジ半端ねえわ。いや、結構な、まあね、お値段言っちゃうとあれなんですけど、まあ結構普通、まあ高校生とかじゃ買えない値段ですね。はい、まあ、ほとんど送料込みで、10万ぐらいかね。いやー、でもね、ドラゴンボールファンは見逃せないっすよ、この出来は。いやー、すごい。いやー、すげえなー。造形もパーフェクトだよ、これ。
いや、それにしてもこれ疲れるわ、ほんと。結構汗出ますよ。冬なのに。冬じゃねえけど。いやー、疲れた。はい。こんな感じでね、私のドラゴンボール最強サイズの悟空、龍拳爆発、4分の1スケールですね。これの紹介、以上で終わりたいと思います。この結構 XRS だっけな、そのエクシードね。このエクシードのね、作ってるやつは本当出来がすごいんですよ。まあサイズもやっぱめちゃくちゃでかいんですけど、これね、トランクスが欲しいんだよな。フリーザー足元、メカフリーザーを切ったやつでね、足元に転がってるやつなんですけど、それがめっちゃ欲しいんだよね。めっちゃかっこいいんだよ、そのトランクス。はい。ということでね、以上になります。はい。ではね、また次のドラゴンボールフィギュアとかもね、紹介していきたいと思います。では今日はこれにて、ご視聴どうもありがとうございました。